かつて田端機関区と称された田端運転所は、王子街道を挟んでエリアが分かれています。田端信号場駅や新幹線車両センター側のエリアと、奥駅や奥車両センター側のエリアを結ぶ単線の線路には、めったに閉まらない踏切、王子街道南渡り踏切があります。この踏切は機関車などが移動する際に通りますが、踏切が閉まるタイミングは不定期なため、その場に居合わせるのは困難となっています。今回もご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録・高評価をいただけると嬉しいです。このチャンネルではたくさんの動画をご用意していますので、どんな動画があるかだけでもぜひ覗いてみてください。どうぞよろしくお願いいたします。